お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらね、グローバル大会が来てますので、こちらをね、ちょっと負けるまでやっていこうかなと思います。で、現在13勝無敗というね、とても微妙な数字なんですけども、まあ、こちらからね、はい、やっていこうかなと思います。で、デッキなんですけど、ラババルーンでやっていきます。まあ、前半は結構のクラウン数を取るのが結構大事なんですよ。まあ、理由としては、このね、同じ勝利数で並んだ時に、こう、クラウン数が多い方が上位にね、はい、並ぶというわけで、ちょっとクラウンも意識しつつのラバルデッキでやっていきます。で、上は結構ね、ウォールブレイカーとか、もうクロスとか、もうね、高回転デッキばっかですね。まあ、なんですけど、この辺だと、まあ、重量級でも戦える。なんかもう上になってくると、マジね、バケモン級に上手いんですよ。クロスとかもうウォールブレイカーとかなので、そこにね、こう勝つってなると結構なんかね、対策地味とデッキとかでいかないと、まあ、なかなか勝てないというか、ちょっと大変になってくるんですけど、僕グローバル大会ちょっとね、得意で有名なのでなんか知らないんですけど、謎にね、グローバル大会だけは勝てるので、ちょっとね、上位目指して頑張りたいなと思います。さあ、ここのコームとかも許容していきの、こうなんだ、ウォールブレイカーでさえ無視して、もうラバーインドでここ攻めちゃいますね。さあ、このラバデッキっていうのは、この相手の攻めを程よく許容する、無視するっていうのが大事になってくる戦術ですね。これザップ打っちゃっていいな。いや、さあ、いいナイトですね。で、コウモリにはヤナアメ打ちたいんですけど、インドラがね、帰ってきちゃうんですよね。さっきの、相手のね。よいしょ。いや、うまい。待って待って、うまい、うまい。さあ、これ左側、これ、ディガー繋げたいっすよね、正直。いや、めっちゃくちゃうまい防衛。これでもスケドラがミリ残りそう。で、ヤリゴブリンかな。まあ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 。ちょっと待って、負けるまでで初戦からワンチャン負けそう。いや、でもこれはね、勝てるというか勝ちたいですけどね、僕としては。相手交換点オールブレイカー、ヤリゴブコウモリのファイボ。で、ボムタワー防衛ですね、さっきみたいな。あれがね、なかなかしんどいんですけど、まあ一旦 1-0 にして、しまえば、そっからもう俺のターン。そんな感じがしますね。これぐらいにはザップっていいと思いますね。いやー、それはうまい、うまい。いやー、これ柳雨はねー、打たない。まあ、バルーンからの柳雨サクサクサクですかね。まあ、ボムタワー、ヤリゴブ、ファイボとかで、うまい。うまいけど、これは先行してる。先行してるというか、タゲ取ってますね。相手は、今ね、バルーン先行させて、タワーがね、バルーン攻撃するっていうのにしたかったと思うんですけど。よしよし。いや、ここでかいですね。しかも、なんなら耐えた。これ、真ん中らは絶対あり。こうやって、なんか受けにくい。ファイブ打ちにくい。いや、スケドラ、お前、なんでそっち行った？自分から。自分から撃たれに行ったっすよね。で、これは、コウモリ来たら、そっちに打ちたいザップを構えて。さあ。これ多分来る。いや、これは、さ、ファイブを打たないと、止まんないか、ファイボのコストもない。よしよしよし。で、逆サイが来る。これも、ヤナアメ打って、耐えましょうか。で、なんなら、いや、ナイトは、まあ、無視でいい。思って、気づけば、キングがね、パカンと。さあ、いうわけで、あぶね。前半がね、やばいのと、だもっとね、押されることもあるんですけども、ほどよくね、無視するっていうのが、さあ、大事になってきますよと。さあ、そういうわけで、クラウンね、大量に集まってます。まあ、こんな感じで永遠にね、サンクラ追っていくゲームをやってます。よろしく。前回のね、トリプルエリクサーだったかな。グローバル大会いろんなモードがあるんですけど、前回トリプルエリクサーで何位だったかな。なんか一番良かったのが多分18位とかだったかな。20位ぐらいかな。と、まあ、なんか60位ぐらいとっていうね、なんか、まあ、ぼちぼちな順位だったんですけど、まあ、一桁ね、ちょっと目指して頑張りたいかな。でもなんかトリプルエリクサーとかサドンデスの方が、個人的にちょっとね、得意な気がして、この素のね、戦い、一番大事な素の戦いで、まあ、いい成績を残せるのもやっぱ大事なんでね。さあ、これ、ザップって、ほどほどに許容しますっていうか、これね、相手の陸、全部ついていけないんですよ、僕は。ゴーストとか工場とかも、普通にこれ、なんて言うんですかね、陸の数が僕、ディガーとババしかないので、なんて言うんですかね。ユーノとかゴーストは積極的に無視して、はい、他でね、攻めていきたいですね。さあ、エレキは嫌なんですけど、非常に。
これマジアチサイだから逆サイバルーンでいいと思うんですよね。どうだろうな、これあんま良くないのかな。でエレキは延命されるのもあんま良くない気がするけど、これちょっと柳田くん打っちゃって、あのエレキをね行かれてほしいんですよね。オッケーオッケーオッケー。え、待って、バルーンもっと入ると思ってた。マジアチャでついでに射抜かれて一発しか入んなかったんですね。いや、これはね、守れそうだな。守れそうなやつはそこそこ守ります。いや、ペッカね、勝ちたいですね。ラバル組んで、インドラがね、エレキで無能っちゃ無能なんで、そこのね、インドラの使い方がまあむずいんですけど、さあ、ここゴーストが言うの来たら守るけど来なければ無視。まあ、流れは悪くない。ぶっちゃけ。エレキ咲いたんで、ここ結構ね、いいと思うんですよね。で逆サイも無視でいい気がする。いや、インドぐらいで守ってもいいかな。インドぐらいで守っちゃって、まあ、バルーンつけるだけで、1個折れると思うんですね。オッケーオッケーオッケー。許容して、バルーンつけて、まあ、これで1本ポキッと、いう感じかな。エレキを本当はね、溶かしたいんですけど、いや、棒っぽいマジアっちゃうが上手すぎる。さ、ザップって、よしよし。一旦1本。しかもなんならインドラが、めちゃくちゃね、こう、事故を引き起こそうとしてる。これ左側バルーン行っていい説ないですか？エレキ咲いたんですよね。で、マジアチャに飛ばして、いや、あれザップ打てたら激アツですけど、まあ、そんなコストはないですね、僕には。いや、これザップ打てば気合でもう一発ぐらい入るんじゃない？なんならもう一発入るんじゃない？これ。あ、ポテ！嘘は来てたー！グッドゲーム。なんかラバルって、なんかもうこんな試合ばっかですね。なんか相手のダメージ、ユーノとかコーストも受けまくって受けまくって、ダメージ受けるんですけど、それよりも、大ダメージをこっちが与えるっていうのが、こう、戦い方というか、どれだけこの僕のインドラとかスケドラを、まあ、残せるかっていう、まあ、そんな感じですね。お、やべえ。ちょっと待って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 、救いか神か、それとも、スペル削りデッキの二択。いや、でも、ザップに打ってる、どうなんだ。さ、これは神様か動画的には、全然ですけど、普通にグロ対上位目指してる身としたら、さ、神様降臨ですね。はい。動画的に非常にね、悪いんですけど、まあ、この辺スキップしてもらえたら、僕的にはね、嬉しいです。というわけで、ディガーとかもないので、この、残りおるのがすごい、ちょっとめんどくさいんですけど、インドラとババでね、早めに回収しちゃいますと。よし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 。さあ、バルーンが強い。オーケー、さあ、無事ね。カウントしていいかな。無事3連勝でございます。いや、どんどん行きましょうね。なんか、いつも、グロ対負けるまで、てか、まあ、これ今までね、3回か2回ぐらいしかまだ出したことないんですけど、グローバル大会負けるまでね、結構ね、連勝してるんですよ。少なくても、5連勝かな。ただ、前、いつか、20勝0敗からやりますみたいなので、5連勝して1回負けたとかもあったり、なんかね、15勝ぐらいからやって10連勝ぐらいしたこともあって、結構ね、25ぐらいまで僕負けないんですよ、いつもね。まあ、なので、まあ、目標25ですね。25まで、まあ、いけたらハッピーですよね。25-0はさすがにね、激アツと。いうわけでさ、ロケット押し、あれはもうヤナーム打ちたいんですけど、なかったのでディガー飛ばして、コウモリ系にはザップ。さあ、ロケホーダックプリー、これはね、メガナイトホグ、いやでもホバリングだもんな、わかんないっすね、ちょっと。これまあ1本折れそうですね。いやー激アツ。で、5打たれるが、まあまあまあタワーも折れた後ですし、このついでにね、ホバリング砲を、はい、ボコボコにしてくれると、まあでかい。勝ったっすね。ショテラバーしてるだけっすね。ごめんなさい、なんか僕いつも、初手ゴレがどうのこうのとか、マジでダクネだけは許さんとか、いつもいろいろ言ってるんですけど、初手ラバもまあ同じようなもんですよね。初手エリゴレ、初手ゴレ、初手ラバ。まあ、ラバね、まあ一緒っすね。なんもないです。なんもないです。皆さんもぜひね、ラバディガを使う際は、初手ラバはね、おすすめしないんですけど、初手、ラバルだと、このバルーンがめちゃくちゃ強いので、めちゃくちゃ強いというか、なんて言うんだろうな。そう、バルーンで、ラバルで形組めちゃうんでね。あとはカウンター用カードが多いっていうんですか。なんか、ババとかスケドラとかが、インドラとかなので、ラバ掘りだと、初手ラバは良くないんですけど、まあ、ラバルの場合は、ぜひ皆さんもね、してみてください。
さあ程よいザップをかましつつ、相手もザップ、あれちょっと待って、余裕で勝てると思っていたが、気づけば 1-1 になりそうですね。これロイフグセッパが多分来ると思うので、スケダラ先にセッパしちゃって、いやセッパしてこないか、まあ、矢打って、これ耐えたら熱いっすね。いや耐えそう、なんならでラバ出してからの、あえてホバとかだったんで、もうバルーンつけるだけつけてしまえば、でロケ砲に速攻ディガーとかなんですけど、まあいらなさそうではある。いや相手の攻めがまあまあいい。いやでもバルーンがさあナイスで、いやー一応打ってホバは爆破でどっか行ってくれそうですが、さあ来た、このね全面戦争ラバ使ってる時いつもこうなるんですけど、で多分ロケ砲がね100ぐらいできそう。ここんー来ないかー、来ないと、ロケとかライトがない限りは、さあ大丈夫ですと。というわけで、グッドゲームですね。非常に調子がいいというか、まあこういうのもね、相性がいいですね。これ、ヤナアメザップなので、こう、意外とマジアチャとか、まあザッピーとかもしんどいんですけども、ヤザップでね、処理できるんですよ。で、小物にも強くて、まあ何がきついかって言われると、まあライドラとか、まあなんかシンプルゴレダクネダクプリとか、ダクプリミニペあたりがね、陸域が少ないので、結構きついですね。これ、初手ランバーは相手はゴーレムですることがなかったとか。うわ、ラバクロ説あるな。ちょっと待って、これ。いや、ラバクロっぽくない？ん？全然違うな。なんだ、これは。なんだ？これはまあ、嫌でいいか。なんか、ババとかだともったいないですし。ホバーインド、これ、端前、バルーンとかしちゃいたいですよね。ランバーホバーインド。ああ、いや、わかんねえな。ラバっぽいけど、全然わかんねえな。さあ、プリンスが来る。いや、エレキとかあんのかな？これ、エレキあったらやばいけど、一旦ザップして、いや、エレキあるか、やっぱり。いや、ミスったな。いや、このプリンスやった。あ、じゃねえ。やばいやばいやばい。うわ、ちょっとやばくなってきた。ここに来てやばい。しかも、なんなら結構キング行かれる。さあ、エレキホバか。いや、やばい。俺の負けるまで。こういうね、陸デッキが結構ね、大変なんですけど、いや、頑張りましょうか。インドホバーザップでしたね。インドホバーエレキザップ。で、陸がプリンスランバーですね。なので、プリンスはババで抑えましょうと。であとは、まあ、インドとかの許容ゲーですね。いやー、いてー。マジでやべえ。まあ、でも、ババで、気合で頑張れそうなんですけど、これ、攻めても、エレキがいるんですよ。いや、マジで、やべえな、これ。さては、終わった？さては、やばいっすよね。これ、もう、ババ出すしかなくて、これはもうね、なんか、いい感じに調理されてしまうとやばい。さあ、ちょっとやばいので、まあ、一旦受けから行きましょうか。一旦受けから行って、さあ、いや、待って、やばい。よいしょ、危ねえ。いや、耐えてはいる。いや、耐えてはいるけど、しんどすぎ。やばい。まあ、バルーン飛ばせば、いや、最悪1分は折れるけど、陸行きがないなぁ、これ。スケドラ？さあ、1本折れそうだ。いや、これっすね。いや、これ、いや、バルーンの爆破で。いや、爆破当たれよ。やばい。待って、間に合うか。いや、間に合う。いや、地獄、大変。耐えろ、俺。陸だけね。陸だけ出しとけば、なんとかなる。いや、陸、でも今出したらやばい。待って、言うのが、待って、マジで言うのにはザップ打ちます。マジでやばすぎるっしょ、これ。え？大丈夫だな。オッケーオッケーオッケー。いや、ここ延命しちゃって、これもうね、ここの言うのだけマジで警戒します。よしよし、ランバ来た。いや、この空が強い。で、ババを持ってからの、ここのバルーン絶対きつい。いや、D が D な。いや、耐える。いや、来た来た来た、ある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 。マジで耐えろ、マジで耐えろ。で、ここもね、D がいるんで、攻めババとかしちゃうんですよね。で、ザップで、インドラを焼いて、お、焼き焼き焼き、インドラが、さあ、インドラが、タワーね、落として、あぶね、待って。あぶね、まあ、こういうのとかが、まあ、意外ときつい。そう、まあ、プリンスとかがね結構厄介ですね。まあ、ダックプリプリンスミニペアあたりが
まあ、今回ミニペアいなかったんですけど。いや、危ないですね。いや、これで終わっちまうのかって俺ちょっと内心思ってたんですけど、いや、勝てたし、なんならサンクラ取れたんで、まあ、ラッキーですね。ラッキーではある。危ねえ。ちょっとね、気をつけたいですね。相手のデッキがこう見えてないと、なんか陸簡単に僕、ディガーとか咲いちゃって、あんな感じのこともよくあるので、ちょっと気をつけたいですね。さあ、五分小屋。小屋か。まあ、小屋もちょっと厄介っすよね。あとは何がしんどいって、初手ラバできないのしんどいんすよ。本当に、冗談抜きで、初手ラバできるかできないか結構でかいんすよね。で、このホバとかも、ちょっとね、厄介なので処理しちゃいます。初手ラバできるだけで、なんて言うんですかね、僕も攻めの形作れるし、こう、最悪逆サイ守れなくても一本折れるっていうね、それができるんでね、ラバ強いんですよね、ラバ展開。さあ、相手はゴレですね。で、ゴレも、だから個人的にこのラバ使っててゴレが一番しんどいんですけど、後衛のね、このダクネやばいんですよね。インド焼いた後のダクネが、あ、じゃゴレを焼いた後のダクネがしんどすぎるんですけど、ここ一本折っちゃいてえな。これゴレさえ焼いてくれればヤザップで一旦しのげるんですけど、いや、これザップ打ってでもゴレ焼いた方がいい気がする。で、まあ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 、ここは相手のうまい許容がね、あります。まあ僕もここはね、ほどほどにキングおられないように守ります。やばい、やばい、それやばい。やばい、待って。いや、本当にゴレに、やばいなぁ。ファイボ採用がやばいですね。めちゃくちゃいいファイボだ。まあ、ここは無視。で、またあれっすね。キングを守る。いや、でもこれ、初手ゴレダクネされて、あ、僕分かりました。これ左に狙います。初手ゴレダクネされて、多分、やられると終わるんで、ここで、多分このラバで槍ゴブリン受けれると思うんですよ。受けつつ、もう左側をね、狙うしかないですね、僕は。もう右側にインド速攻出してあげてえな。いやー、絶妙なインドなんですよね、さっきから。これもう出しちゃっていいかな。で、ホバも厄介。いや、これもうキング狙うしかないと思うんですよ、僕。キング狙って、矢の雨をかまして、いや、でも時間でも勝てねえかな。あ、皆さん、僕のね、負けるまで、25勝目標ということだったんですけども、終わってしまいましたと。いやでももうね、こんな感じでね、ちょっとあっさりしちゃうんすよね、意外と。このラバの弱点が。はい。というわけで、ちょっとね、いつもよりバツつくのが早いんで痛いんですけど、まあね、上位目指して、頑張っていきたいなと思います。あと、ラッドアカとマイクアカもね、やろうと思うので、ちょっとね、また、後日3アカでやったね、こう結果発表といいますか、皆さんに報告できたらいいかなと思います。というわけで、皆さんもぜひね、ラバルデッキ使ってみてくださいというわけでね、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。